回もまた私の勝ち。なに、サイナを倒した時の力はどうしちゃったの？まさか手加減なんてしてないでしょうね。もう一度聖書をかけて戦いましょうか。ふふふ、私はもう強い力なんていらないから、勝っても無意味だけど。それに私は戦う以外に脳のないバカじゃないから。頭脳だって誰にも負けない自信はあるのよ。上の階にチェスがあるわ。それで勝負よ。そんなバカな。行かさまよ。サイナーと戦った時、私のエネルギーまで奪ったのね。だからこんなに頭が良くなったんでしょ。そうに決まってる。何を持っているのよ。ウルガー、にゃー。先日偶然キッチンで古い料理の本を見つけた。そしたらこのケーキの作り方が書いてあったの。本に書いてあるクリームというものは見つけられなかったから、地下に行って乳化できるオイルを見つけて使ってみたの。味はちょっと微妙だけど気にしないでくれるかな。昔いた姉さんがお菓子作りが得意だったの。この本は彼女のノートだと思う。姉さんは今も生きてるのかどうかわからない。大災厄の後、私はエリア家の他のメンバーを探し回って、あなただけが見つかった。でも近頃、他の家族が生きていることを、どんどん強く感じられるようになったの。ダークエネルギーが衰えてきて以来、私は生き残りを探すことに集中できた。100年以上経っても、あなたはやっぱり一番世話が焼ける子よ。でも、あなたの長い旅はまだ続く。焦る必要はないわ。少しずつ成長すればいい。いつかきっと、立派な実がなるから。霧が散って、ダークエネルギーの影響から立ち直り始めているみたいですね。けれど、ストリア軍によるこの森の破壊は、回復するまでにはまだまだ時間が必要。最近、森の生き物たちの動きが活発になりました。ダークエネルギーを失った魔物たちも、間もなく消滅するでしょう。もう、獣や森の生き物に影響を与える心配はなさそうですね。あ、誰？出てきなさい。あれあれ、ずいぶん勘が鋭くなったんじゃない？私たちを何度も追ってきたんだから、いい加減気がつきます。今さっきルリの森の道を開いたんだ。避難所のミスティたちは自分の家に帰り始めたよ。僕はもう避難所の世話をしなくていいんだ。いよいよ何の気兼ねもなく外の世界で宝物集めに集中できる。エナ、本当にありがとう。僕から君に贈り物があるんだ。これは君の通行証。次の冒険でこれを持っていれば青の祝福を受けられるよ。あ、そうだ、クリス、君にも渡すものがあるんだ。私に？ありがとう。でも霊体の私にどうやって？心配しないで、ほら。はあ、何これ、触れる？これはね、アトランティスの技術。魂と精神のための装飾品を作る専門の職人がいるんだ。当然魂だけのミスティじゃお金は払えない。だから生きているミスティたちが愛するミスティのためだけに買うものなんだ。とりあえず試してみてよ。思った通り綺麗だ。よし、僕もそろそろ次の宝物を探しに行こう。またどこかで会おうね。さあ、私たちも行かなくちゃ。リサも待っているはずです。私も研究を進めようと思います。紙とペンの記録はできないので、頭で
たくさんのことを覚えるだけですが。サイナーの心はまっすぐだったわ。ただ恨みと欲望に飲み込まれてしまったの。団長の体は最後、地下の崩壊とともに消えてなくなってしまった。空のお墓を作ることしかできない。団長もここに埋めてあげたかった。すべてが終わり、また始まる。守護団はストリアの新たな力を守っていく。新しいミスティ国家が再建されるまで。野生ミスティも阻害されずに誰もが町に住めるようにする。その前にエナ、お願いがあるの。もう一度守護団にチャンスを。仲間になってほしいの。大丈夫、ゆっくり考えて。あなたと団長の戦いは大勢のミスティが知っているわ。今やあなたはみんなの憧れの的。来てくれるなら誰も文句は言わないと思う。